長野県道372号3歳大津島中五所線は長野県長野市内を走る一般県道ビッグハット西交差点から若穂方面を望む長野市中部の東側を半円を描くように結ぶ路線で一部が長野環状道路と重なる3歳駅付近で長野県道399号長野豊野線から分かれ1.5車線の共愛路で ふるさと地区、朝日地区の田園、住宅地の中を進む。北長池地席の交差点で右に折れ、長野オリンピックに伴い整備された、暫定に車線の直線道路を進む。この区間は、長野環状道路の一部をなす、東外環状線にあたる、五輪大京北交差点で原道と振動に分かれる。原道は、大津島、松岡集落内の境愛路を抜けるが、 上、千田交差点より先は、国道18号長野バイパスの旧道にあたり、4車線道路となって、ビッグハットや長野赤十字病院の前を通り、川中島方面からの国道18号旧道である、国道117号と交差する、荒木交差点で終点となる。振動は、五輪大橋有料道路を経て、ホワイトリング前を通り、国道18号と交差する。 大塚南交差点で終点となるが、道筋はそのまま国道19号長野南バイパスに続く。この振動は五輪大橋有料道路区間を除き4車線の広い道路となっている。すべて長野市内五輪大橋有料道路経由振動、大塚南交差点から五輪大橋方面を望む。正面はホワイトリング五輪大橋有料道路経由振動。ありがとうございます。